前田真彦、鈴木と行きました。どうした。さあ、第3回目の企画、3回目か2回、あ、4回目、3回目かな、うん、やってまいりました。はいはい、はい。名字の黒髪染めシリーズ、髪染めシリーズ、髪染めシリーズ、イエーイ。前回が銀だっけ、うん、金か銀になったね。そう、俺は結構髪をいじっていて、周期があるんですよ。だいたい4ヶ月に1回か、まあ半年に1回で、めっちゃ髪を明るくしたい時と、めっちゃ黒くし落ち着きたい期間があって、うん、で、俺は今までに、白を2回、ピンクにもしたことあるし、オレンジもあるし、うん、もうほんともう白金みたいな、もうめっちゃ金色の白っぽい金色もあるし、うん、で、銀色もしたじゃんね、うん、とかやってくるんだけど、でもやっぱりそうするとブリーチをもう2回も3回も病院で抜いて、綺麗に抜いてもらって入れたりとかするんだけど、そうすると髪が傷んじゃうわけですよ。多分キャー染めたことある人とかが分かると思うんだけど、で、俺も今現状傷んでるわけですよ、髪が。多分光当てるとこうやってなんか、もう明るい感じが茶色だけど、なんかすごいね、いろんな色だね、よく見ると、ね、抜けちゃったりとかして、うん、で、もうちょっと俺は髪を休めたいわけですね、うん、黒にしてイメージを変えていこうかな。あれ、黒にしなかったっけ。いや、覚えてないんだよ、それが。いや、動画でチェックして。黒に染めたらまた傷むんじゃない。あ、抜いてないから、髪を傷みつけてない。あ、そういうこと。ブリーチしてないから。あ、どうせもう俺髪切るから、うん、黒にしちゃおう。ああ、近日僕髪も切るんで、色も変わり髪も切るんで、またその際はよろしくお願いします。私も近日切るのでよろしくお願いします。金色にするの。しない、しない、しない、ぜひ金色にするので。しません。よろしくお願いします。ちょっとね、社会人できないから、なかなかそういう、まあでもちょっと染めたい。金色になった時は察してください。何。まあ毎度のごとく開けていきますよ。え、本当に開かないよ。おー、さすが育ちはアマゾン。はい、じゃあ染めていきまーす。はい、はい。どのくらいのスパンで切るの、髪。俺月1か、1ヶ月半に1回渋谷で切ってる、いつも。渋谷まで行くの、すげえな。でもゼッキーもあれしょ、ん、代官山しょ。代官山のお店でやってた人、まあ、掛け持ちかな、今。ヤマモは、なんだっけ、サンフランシスコとかだっけ。サンフランシスコで切ってない。知らなかったわ。サンフランシスコとかで、多分月1で切ってるのかな。何それ。で、これ全部使ってベショベショにして大丈夫だ。OK、ムラができちゃう。ムラができる。うん、え、ムラができちゃう。うん、ごめんな、名前。使われんだろうな、また。使わねえか、スルーだね、これは。まあ、頑張ったとしても返せなかったよ。だって俺今素で、ん？って言っちゃったもん。ごめんって、ごめんって。ゼッキーの家だったら大爆笑なんだけどね。そうか、すげえかっこいい、ベジータみたいになってきた。黒の時って弱い時じゃん。俺の先輩が、うん、夏にブリーチしまくって、なんか髪痛みすぎてすっきり真っ白で、ま、キンキンみたいになってて、でも髪痛んでるからふわふわしてて、汚いゴールデンレトリバーみたいな。汚いゴールデン。でもそうね、ムラがあるとやっぱね、よくないよな。どっちの？うん、色。あ、色のね、村。だって俺の領事が知ってる方の村ね。俺のともに村できたら大変だよ。どうしよう。そう。
村長さんとかどこ住んでんかな。この辺かな。ん？なんでもない。なんでもないよ。なんか領事が乗ってくれたのかなと思ってさ、ちょっと嬉しくなっちゃっただけ。はあ？大事な部分が。大事な部分？すげえな。よし。オタマジャクシみたいな。精子みたいになってる。すぐそっち。ほら。なんかあれね、顕微鏡で見たみたいな。そう。こんなことある。後で写真撮っとこう。うん、めっちゃあれじゃね？めっちゃめっちゃ精子。うん、思考回路がすごいよな、ほんと。基本精子だよね。基本精子。それどういうこと？連想するじゃん。皆さん、デッキは基本精子だそうです。またなんか俺に変なイメージつけをしてる？ん？基本ぜき精子出てきた。いや基本出るでしょ男なら。え？出ないよ。え精子出ないの？うん、何出んの？コーラ。コーラ出んの？うん、だってそんなもうみだらじゃない。いや、お前ほどみだらなやついねえかな。コーラかモンスターが出る。モンスター飲みすぎじゃないって思うけど。いや、ほんとに尋常じゃない量飲んでる。おしっこ黄色いな。ほんとに俺飲んでると思う。尋常じゃないくらい、ほんとに俺中毒、カフェイン中毒。まあ、本来の工程ではね、ないんですけれども、まあね、ラップ巻いた方が、やっぱよりね、黒く染まるんじゃないかなと。なんか言え、自分がやりたくてやってやったんだからさ、いかがでしょうか。バベルの塔みたいな。バベル。ありがとうございます。それでは10分待って自分で脱出して髪を洗ってもらいましょう。僕に映るのはこの間のゴリラですね。はい、というわけで洗い流して乾かしてきました。どうですかね。綺麗だね。ありがとうございます。デッキ元が明るいからやっぱりあれだね、光の加減でちょっとやっぱ黒じゃない部分あるね。チャンネル登録お願いします。